どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、続きやっていきましょう。本田さんと一緒に帰ろうということで。いいよ、もちろん。さあ、こっから帰り道の会話パートに入ります。皆様お楽しみに。一緒に帰るってやっぱいいよね。あ、自転車俺が代わりに押すよ、みたいなことやろうかなと思うんですが、まあそれは置いといて。さあ、見ていきましょう。とりあえず、そうだな。部活進路の話、テレビの話、音楽とかあんまりっていう感じで、本の話題だったら外れはないんだよね。本ってさ、あ、またちょっとその、あまりいい感じじゃない。あ、何度も同じ話しちゃダメなんだね。なんか特別なお話、あ、プレゼント。あ、これちょっと見よう。誕生日プレゼント、ありがとう。嬉しかったよ。うん。あ、それだけか。どうしよう。手を握ってみよう。よーし、評価満タン。さすがだね、やっぱり。自分の好感度が高ければ高いほど、結構余裕でいけるもんですね。プレゼントがなくても。じゃあ、今晩行きましょう。デートに誘っちゃいます。ね、今度日曜日どっか遊び行かない？いいね。結構余裕で行けました。それ、行けるのかな？大丈夫だよね、ちなみに。どうしようかしら。何か予定でもあるの？うん。そういうわけじゃないんだけど。そっか。ならプールで一緒に泳がない？またプールかよってもう。3週連続プールはさすがに飽きるだろう。別のデートを考えた方がいいと思うけど。まあ、待ち合わせができたのはよかった。はーい。それじゃあまたねまたね。うわー、かわいい。いい女だね。やった、本田さんとデートだ。3週連続。1ヶ月のうち、日曜日3回をもうデート使ってますから、これ結構な確率で行ってんじゃないでしょうかね、これは。さあ、神社。弥生ちゃんがいるの？なんで？どうしたんだろう。ほんとお願いしてる。何お願いしてんだろう。なんだなんだ、どうしたら。ういっす。ういっす。何のお願い？これなんか以前見たことがあるような気がしないんだけど。そっか、じゃあね。やゆちゃん、ずいぶん慌てたみたいだけど、驚かしちゃったみたいかな。こうやって縁結びの神様。まさかの俺なんじゃないのかっていうフラグなんですよね、これが。本田さんではありましたからね。まあ、俺は本田さん、もう本田朋子ちゃんがね、いるから俺には。もうそれ以上のものは何も欲しない。いらないですから。もう、ね。悪いけど、君には叶わぬ恋なのだよ。まあ、好きな人が俺じゃなかったら、ものすごくなんか恥ずかしいことになりますがね、今までの会話すべてが。さあ、水曜日、曇りです。27日。さあ、何があるんだろうか、投稿しましょう。行ってきまーす。何があるかな、何があるかな、ということで。本田さん会えるかなと思ったここで弥生ちゃんがやってくれた。おはよう。先輩、うん。おはようございます。やっぱ誰かしらそこそこいいとこ行くんだね。その、本命と、そのなんかプラスアルファで誰か来るんだね。ある程度。はーい。なぜかわかんないけど。まあ、それはそれでありがたいんですよね、僕としては。そういう女の子が何人かいるっていうのは。まあ、僕は一つ、一途だからあんま関係ないんですけどね。というわけで、おい、後藤さんいらっしゃい。おはよう。さあ、次へ行きましょう。これで、違う？ん？廊下？誰だろう？ん？あ、大須賀か。よう、うかい。なんかよか、大須賀。よってことじゃないんだが、今そこで、あやねちゃんを見かけてな、なんか機嫌悪そうだったぞ。何かあったのかな？なんで俺に聞くんだ？お前を彼女話してるだろ？いや別にそういうわけじゃ。だから何か知ってるかと思ってさ。ま、知らないならいいや。機嫌悪そう。あの子がか。そういえば、このところあんまり彼女話してないな。まあ、だって本命じゃないからね。わざわざ話すことでもないだろうし、俺本田さん好きだし。もう今までのパートを見返したら俺どんなこと言ってんだかな。本当に。緊縮買うぞ俺。スナイプール行って、屋上はもういっかな。花壇行きましょう。花壇行って、で、放課後図書室はまあ確定でしょうね。河原でも行きましょう。OK でーす。さあ行きましょう。まずは、スナイプール。さあ今度は誰がプールやってんのかなってか、プールの授業多くねえかちょっと。いくらもう夏とはいえど。あれ？うん、小杉さん、まさかの。悪いけど、うん。またにして。はい。小杉さん、ちょっと待って。ちょっといいかな。
どうしたんだろう。いいわよ。なんだろう。え？そうなの。うん。かつら話をした。かつら、あやねちゃん機嫌直してくれたみたいだな。バグ野郎、俺のサービスタイムを邪魔するんじゃないよ。ダメだ、サービスタイムって言っちゃいけないんだよ。ダメだよ、それこそ品種買っちゃうから。おー、つけ俺。よし、さ、次やっていきましょう。あー、もったいない。まあ、花壇で誰か、本田さん花好きだからね。きっと、いるんじゃないかなと思いますけど、やっぱりこの音楽はいたね。あなたに話したいことがあるの。うん。おー、なんだ。もちろん、なんでも聞くよ、もう。それでね。うん。そうなの。あなただけよ。うん、この話したの。そうなの、もう、親しく話をした。いいね。いやもうちょっと本当にもう本田さんみたいな女の子がいたらなーっていう話で俺猛アタックするわ多分なーっていう話で、さあ時計を進めていきましょう。まあ、猛アタックっていう猛アタックができるかわかんないんですけどね。そういうのがどういうタイミングとかそういうのが分かれば苦労しないんだよね人生本当に。そして本田さんに連続やったね。いいね。あなたに話したいことがあるの。そうなんだ。もちろんもちろん。何の話でも聞け。何度でも聞くよもう。うん。あなただけよ。この話したの。秘密多くないかいと思ったけど、それは言っちゃおしまいだ。だから、秘密の多い彼女は非常にミステリアスな雰囲気を持ってらっしゃるんですよ。そういうことなんだよ。で、そのミステリアスなこの壁を、俺がどんどんこう剥がしていくっていうストーリーですから。ねえ、本田さん、いいね。今日はいい本田さんデーだ。うん。いい本田さんだ、今日は。もちろん。よっしゃ。うん。もちろん、もちろん。いいね、いいね。ともこデーで、ともこちゃんデーが。いやー、今日は3回会えたのいいですよ。しかも帰り道一緒に帰れた。これは最高なんじゃないかな。日曜日楽しみね、もちろん。早く日曜になるといいね。うん。じゃあね。はい、またねー。そんなことがありまして、先へ進めていきましょう。おい、寄り道します。何かあるかな？寄り道。あー、なるほど、緑ちゃんね。うん。いや、ちょっとまあ、なんもないんだけど、うん。いいよ。何やってんのの質問に決して答えない、俺な。まあいいんだけど。うん。得した気分。仲良く話した。あ、ちょっとランク上がりましたね。うん。今までだから普通に話してたのをちょっと一つ上げたぐらいですかね。そういう、だからどんどんレベルが上がったわけですね。はい、じゃあちょっと、みさきちゃんレポート見て終えましょう。レッツゴー。さあ、結構、今回は本当に本田さんによく会えてるから評価上がってんじゃねえかな、だいぶ。もうカンストしてるだろ、正直。俺はそう信じたいんだけど、どうだろう？言ってるか？どうだ？言ったね、カンスト。ありがとうございます。そうね、他の女の子たちも徐々になんかこう、ハートマークに近づいてきてますからね。まあ、俺は明らかにこの絵面見たらもう俺が誰を狙ってるから明らかすぎますけどね。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあねん。